皆さんこんこにちはレディーーホンカーズのみなみです、えー、今回は曲を吹いていると音痴になってしまう人に向けて、えー、レクチャーしたいと思います。解決方法はいろいろあるんですけども、えー、今回はですねすぐに効果がある、えー、ことですね、えー。実際に私の生徒さんもですねあのこれをやってみて。 劇的に変わりました。このやり方を踏まえて、えー、どんどんね、いろんな、えー、パターンに応用していくこうきっかけになったらいいかなと思っています、えー。結論から言うと、その曲のスケールをですね、自分の中に感覚を落とし込むということなんですけれども、えー、どういうことかというと、例えばですね、えー、星に願いをってありますね。 この曲で。今吹いたのはテナーで言うとキーが F ですね。F なので、えー、フラット1個。 えここら辺がちょっと曖昧な人は過去に出した動画をちょっとチェックしてみてもらいたいんですけれどもこの曲は明るい曲メジャーのキーなのでえーファから始めてファ、ソーラ、シフラとドレミファっていうのがえまあ一番基本になるえメジャースケール F のメジャースケールになりますこれが基本としてこの曲はえーこのスケールが全体を通して鳴っている この響きが鳴っているっていうのがポイントになります。で、ちょっと今の時点で、ああ、もう難しくて無理っていう人もいるかもしれないんですけど、実際にやってみてほしいんですね。で、要は、その各音の距離、音程って言われるものですね、が自分の感覚の中にしっかり入っているかっていうところが、曲を吹いてる中で音痴になるかならないかの分岐点かなと私は思っているんですけど、難しいことは考えずに、 あの、自分の感覚を信じて、あ、なんかここが心地よい気がする。なんかここは違う気がするっていうのを判断できるポイントが必ずあります。えー、ちょっとやってみると、まず、えー、チューナーは、あのー、まあ、最初の音ですね。ファーの音。テナーでいうファーの音、えー。を基準として、えー、チューナーね、最初の音は見とく方がいいんですけど、その後は、 自分の中にずっとこのファの音をずーっと鳴らしてるイメージでそれぞれの音を進んでいきます。やってみると、これを自分の中でずーっと別の音を吹いてる時も鳴らしときます。鳴らしてるイメージだけで大丈夫です。えで、えっ、ー、と、今次、えっ、ー、と、で、ファの次、そうですね、を吹いている間も今の ファを吹いてるイメージのまま吹きます。で次ラ。この時はなんか同時になっているようなイメージ。 次行きますね。こういう風な感じ。っていう感じで、えー、先に進んでいきます。で、えー、最初まだちょっと感覚がわかんないなっていう人は、えー、ファーの音をね、スピーカーとかからずっと鳴らしながら、その音と、 こうガシッと揃う感覚が持てるところがあるはずなので、それを実際にやってみてほしいんですね。で、えー、うまくいってないパターンをやると、これはすごい上がっていっちゃってるんですね。これは正しく音程が取れていない状態です。自分の中で の感覚で大丈夫です。そうすると、あの、今実際にね、あの、今 C フラットまで吹いたんですけど、中南もすごい右って赤くなっちゃってるんですね。この感覚で、えー、ずっとファの音を鳴らしながら、目指してる響きは、こう上に上がっていかないように、ずっとここ、ここに、ファ、ソーラ、シーファ、シーファっていうイメージ。 パソーラーシーっていかないっていうのがポイントです。これでその先まで行ってみると、レに当たりますよね。このオクターブキーを押したレ。これって結構皆さんピッチ高くなっちゃうっていう悩みあるんじゃないかなと思うんですけど、これがバシッと来るはずなんです。上に行っちゃうと、こういう風うにこもってしまうと思うんですけど、 ずっとファを鳴らしたまま、的をずっとばらさないように。こうすると上に響きが抜けずに、ちゃんと下まで響いた状態のままレが吹けます。で、えー、さっきみたいにこう上に上がっちゃってるイメージで曲を吹くと、というかこのバドラシドレミファーっていう じゃーんって全部が鳴ってるようなイメージをなく、この音の跳躍にこう沿って歌いすぎるっていうか、歌うことは大事なんですけど、このこう基準になるものを忘れて、こうやって音程を歌ってしまうとーん、 動きで誤魔化したかもしれないですけど、こういう風になっちゃうと思うんです。そうすると、なんかこう、普通に練習、基礎練やってる時にはあんまり気にならないのに、曲になるとなんか音痴だなっていう風になっちゃうんじゃないかなと思います。その上で、さっきやった、えー、マットを絞ったまま、パソラシドレミファーっていうのがずっと鳴ってるイメージのまま、<music> ななくなる <laughs>、えーまあ、厳密に言うとね、別に多少のズレはいいんですけど、なんか自分の感覚、えー、を、に基づいて、自分の感覚に基づいてやれるというか、こう、この音はなんか高くなっちゃうから、なんとなく低くしとこうとか、下げようとか、口を開こうとか、そういうことじゃなく、あ、ここだって、自分のイメージを信じてできるんですね。なので、ぜひね、騙されたと思って、えー、その曲のキーの えー、明るかったらメジャースケール。で、暗かったらマイナースケール。えー、あのー、ちょっとまだ過去の動画ではね、説明してないので、あのー、マイナーとかメジャーとか、んっていう方いらっしゃるかもしれないんですけど、今後ちょっと動画出したいなとは思うんですけど、まずはなんか明るい曲を選んで、メジャースケール、そのキーのメジャースケールを頑張って見つけて、えー、それを曲の吹く前にね、えー、吹いてみてからやると。そうすると、 あの、他の人と合わせるときとかにもね、すごく役立つんですよね。波紋を吹くとか、そういうときもそうだし、あのー、こう聞きながら、あ、ここが心地いいポイントだなっていうのが、絶対わかります。あのー、私の生徒さんも、私と一緒に、私がね、ずっとファーの音を鳴らしてて、えー、生徒さんが、音程を上がっていく、メジャースケールの音程は上に上がっていくっていうのを一緒にやったら、あ、今のだ で今、ツボに入ったとか <laughs>、それをね、分かってくれたんですよね。で、これすごいいい練習ですねって言ってくださったので、皆さんにもご紹介ということでした。で、えー、ま、今やったのは、 えー、星に願いをなのでね。あの、他にもジャズとか、ポップスとか、あの、いろんな曲やられてる方いらっしゃるかなとは思うんですけど、あの、どんなスケールにしてもですね、あの、そのスケールの響きのイメージを知っとくというか、自分の感覚に落とし込むっていうことをすると、なんかこう、美味しい音の掴み方が分かってくると思います。えー、例えば、えっ、ー、と、過去にあげたブルーススケールだったら、えー、メジャースケールをまずやって、 そこからブルーススケールが、えー、そのメジャースケールとブルーススケールの違いの音を美味しく感じられるように練習するといいですよっていうのもちょっとご紹介したと思うんですけど、えー、いずれにしてもね、メジャースケールっていうのは結構何のスケールに対しても基準になるかなと私は感じているので、まずはこれで、えー、実感してもらって、で、あのー、今後はね、あの、1度と5度とか3度とか、 え、メジャーマイナーとかなんかそういうところもちょっとずつお話できたらいいかなと思っています。えー、もしね、二人でできる練習する機会がある人とかは、一人の人がルートの音、ファー、今だったらファーの音をずっと伸ばせて,てもらいながら、えー、音をね、変えてみて、あ、ここだっていう感覚を二人でね、あの、共有するみたいなのをやってみるとまたいいかなと思うので、ぜひ、騙されたと思って、 やってみてみもららえたらなと思います。はいというわけで今回は曲を吹くと音痴になってしまう方に向けてレクチャーしてきました今後も動画出していきますので是非コメントなどいただけたら嬉しいです以上レディーホンカーズ南でした